5月のシシングハースト、エリザベス長期の当シシングハーストカースルガーデンは、イギリス、ケント州にある庭園。現在、ナショナルトラストが所有し、管理を行っている。ビタサックビルイコールウェストシシングハーストの庭園が、作られたのは、1930年代、詩人のビタサックビルイコールウェスト、彼女の夫で、作家、外交官であったハロルド・ニコルソンによってである。 ビタは、ブルームズベリーグループの仲間である作家で、オブザーバー氏の演芸記者として、ウィークリーコラムを執筆し大きな人気を得ていた。そのため偶然にも、ビタ自身の庭が有名になったのである。シシングハーストの庭園は、イギリス全土において、最も愛されている庭園の一つで、世界中から観光客を集めている。庭園そのものは、色やテーマによって異なる特徴を持ち、 高く刈り込まれた垣根や多くのピンク色のレンガ平気で仕切られた各々のルームの連続として設計されている。ルームの美しさを楽しめるようにルームとドアが配置されている。庭園の別の場所に入ると突然新たな光景が見つかるようになっていたり、庭園の別のエリアに誘導しながら新たな発見が連続するよう散歩道を作ったりしている。ハロルドが興味深い。 新たなルームの接続を考え出すのに努力する一方、ビタは各ルームの興味がそそられるようルーム内部に花を生み出すことに集中していた。シシングハーストの土地は古くからある。ハーストとは、サクソン語で囲まれた森を意味する。防衛用に備えられた三つの堀を持つマナーハウスは、この地に中世に建てられた。1305年より、シシシングハーストは、 エドワード一世が夜滞在するのに十分なほど印象的であった。1530年代、マナーハウスはヘンリーパッセーのスーミツイの数密院議員の一人であったジョン・ベイカーによって新たなレンガ建ての門番小屋が付け足された。1560年代には彼の息子であるリチャード・ベイカー卿によって非常に拡張され、700エーカーにも及ぶ鹿公園の中心となっていた。 1573年、エリザベス一世は、シシングハーストにテサニア滞在している。ビタの場合は、シシングハーストとその庭園のルームは、心に強く訴えるものとなり、聖火である、ノールハウスのロマンティックな代わりであった。グレートブリテン有数の大邸宅と名高い、ノールハウスは、第3代サックビル男爵、ライオネルサックビルイコールウエストのただ一人の子として、生まれたビタが、 もし男性であったら、相続できた建物である。サックビル男爵の称号は、男系相続されるため、父ライオネルキき後爵位を継承し、ノールハウスを相続したのは、父の弟で実のおじチャールズであった。有名なシシングハーストのホワイトガーデン。テーマカラーを白とする、ホワイトガーデンの流行はここで生み出された17世紀後半、ベーカー家が没落した後、建物は、 様々な用途に用いられた。7年戦争時代には戦争捕虜を収容し、クランブルック共同組合の旧品員が置かれたこともある。後には農場労働者の住宅となった。ビタとニコルソンがシュシングハーストを知ったのは1930年であった。二人がセブンオークス近郊のロングバーンに持っていた土地が自分たちの管理が及ばないほどの開発が迫っている。 ことを憂慮した後である。シシングハーストは人の手が入らず遺棄された状態だったが、二人は邸宅の廃墟とその周辺の農地を購入した。それから二人は我々が現在知っている庭園を作り始めたのである。ハロルドによるレイアウト、ビタによる植栽は以下の庭園に強い影響を受けていた。エドウィン・ラッチェンスが設計したベンチ。 シシングハーストシシングハーストが初めて一般、公開されたのは1938年である。1967年、ナショナルトラストはシシングハースト全体、庭園、農場、建物を手に入れた。庭園は20世紀半ばのイギリス式庭園の縮図である。非常に人気のある庭園であり、それゆえに休暇時期のピークには非常に混雑することがある。 2009年、BBC4 は8回シリーズのドキュメンタリー番組シシングハーストを放送した。住宅と庭園、アダム・ニコルソンと妻、サラ・レイブンによる試みについて説明した内容であった。彼らはナショナルトラストと協力関係にあり、シシングハーストの寄贈者であり、住人でもある。二人は、 シシングハーストカースルの農場において従来のウィールデン農業の形を復元させている。彼らの計画はシシングハーストうちのレストランで出されるランチ用食材を提供する目的で土地を活用することである。空から見たシシングハースト、ありがとうございます。